仙台麻婆焼きそばとは、宮城県仙台市を中心とした地域のご当地焼きそばである。以下の3点を仙台麻婆焼きそばの条件としている。麻婆を使い、具は豆腐に限定しない。麺は焼くか、揚げたものとする。宮城県中華飲食生活衛生同業組合の認定人が認定したものとする。2015年現在、宮城県内49店舗が、 仙台麻婆焼きそばを提供する店として認定されている。1970年代前半に仙台市内の中華料理店万民にてまかない料理として提供したのが始まり、その後同店の正式なメニューとして加えられたが人気メニューとは到底言えない料理だった。しかし2013年、秘密の県民賞で仙台市民なら誰もが知っているメニューとして取り上げられた。 テレビ番組放映後、仙台麻婆焼きそばを注文する客が大きく増加したことで、宮城県中華飲食生活衛生同業組合は対応に苦慮。発祥の店である万美が中心となって、麻婆焼きそば推進委員会を設立し、同年10月より仙台市の新たなご当地グルメとして普及させていくこととなった。 2014年6月にはコンビニエンスストア大手のローソンが宮城県内の店舗において期間限定商品として商品化。同年10月、丸二食品が袋麺として製品化するなどご当地グルメとして浸透しつつある。2015年5月にはサークル K サンクスが東北、北海道地区の店舗において期間限定商品として販売を開始した。ありがとうございます。